今から1億年前、私は古代人が支配する宇宙で生まれた。古代人はクルックスという未知のエネルギーを利用し、宇宙を支配していた。クルックスの力を引き出すには莫大な精神力を必要とした。古代人は感情なき人工生命体ピクシーを生み出し、戦争兵器として利用した。 そんな古代人の中にもピクシーを我が子のように愛する者がいた。彼女によって生み出された私は感情を持つ最初のピクシーとなった。しかし古代人はそんな私の存在を許さなかった。私を守るため母は命を落とした。悲しみで暴走した私はピクシーたちを率いて戦争を起こした。 戦争は我らの敗北によって幕を閉じる。私は傷ついたピクシーたちを封印し、深い眠りについた。遥かな時が過ぎ、目を覚ますと、そこには我らを迎え入れる新しい人類の姿があった。彼らはピクシーを同じ人として認め、時には愛し合うこともあった。 母が夢見た未来がやってくるのだろうか。私は不安だった。やがて人類は再び戦争を始めた。ピクシーを兵器として利用する巨大な帝国と帝国の暴挙に対抗する連合軍の争いだった。争いに疲れた私は悩んだ末、人類のもとを去った。人間と歩むピクシーたちよ、あなたたちの未来が 茨の道でないことを祈る。そして人間たちよ、お前たちが滅亡する日を待ち望んでいる。
お願い、目を。マスター、大丈夫ですか？私が誰か分かりますか？帝国が大軍を率いて攻めてきた。その攻撃でアスガルド艦は大破。マスターだけはどうにか救出できたのですが。連絡がつかないんです。帝国軍はそこまで押し、ここにいたのですね、レアさん。仲間を生贄にして一人で逃げ回っていたのですか。生贄？残念ですね。皆が、特にカナは最後の瞬間まで。最後の瞬間でした。安心してください。楽にして差し上げましたから。嘘、そんなはずが。返して、カナを返して。これが覚醒の力よ。